はいどうも皆さんこんにちは、レイです。もくちゃん始まります。その手の動作お前なんだみたいな感じで思われてますよね。おそらく僕も身振り手振りやりながら何やってんだろう一体この手はって思ってるんですよねでもこういった表現とか高揚感つけていかないとただのめっちゃつまらねえ変な番組になってしまいますので、これからもつまらぬご迷惑をおかけするんですけどもよろしくお願いいたします。はい、それで今日はね、ウイスキーを知っとく上で絶対に必要な知識といいますか、これは知っておかないといけないかなっていうところではあるんで、その紹介に入ろうと思うんですけど、今日はこんな俺でも注意しながら、まあ、敬意を払ってやっていこうかなと思ってるんですよ。そのウイスキーはこちらになります。はい、こちらサントリーホワイトという名称のお酒になるんですけども、今回は説明省かないでちゃんとさせてください。このサントリーホワイトはまずサントリーという社名になる前の話ですね。寿屋だった頃の話になるんですけども、このサントリー寿屋の創業者であります鳥居信次郎氏が1923年に京都の山崎郷に初の蒸留所を作ったんですね。その後1929年に国内初のウイスキー第1号として発売したのがこのサントリーホワイトだったんですね。その時はホワイトっていう名称ではなく白札っていう名前だったんですよ。それ以降今日まであまり変更を施さずに、ね、この白色のラベルでずっとやってきてるんですね。そんな白の愛称で未だに親しまれてるウイスキー、そして元祖日本のウイスキーのご先祖様ですね。そんなホワイトを今日開けていこうと思ってるんですけども、現在と過去の大きな違いに関しては、発売当時はめちゃめちゃピートが強くて、なんだこの煙たい飲み物はみたいな、当時その新感覚で日本人はまだ苦手意識を抱いていたのか、まずいっていう言葉を連呼してたみたいなんですよね。それこそ泥水だとか火薬の味がするだとか、まあそういう変な表現がされてたみたいなんですけども、発売当初はかなり不人気で絶不調だったので、発売を中止してしまった時期もあったんですね。しかしその後サントリーは白札っていう灯火を消すことなく、世間に認めさせてやる新白札を出してやるっていう意気で名称を変えて発売したのがホワイトになります。その後若干の変更とかはされたみたいなんですけども、もちろん僕はその古いやつを飲んだこともないですし、生まれてもないんでわからない話になってしまうんですけどね、現行ボトルの味しか。なのであくまでも今回この現行ボトルのホワイトをやっていこうと思います。そんな感じで本当に大雑把な説明をさせていただいたんですけどね。そしてスペック、こちらモルト&グレーンなんでウイスキーですよね、しっかりと。ただし内容量が 640ml なので、今出てるフルボトルの 700ml と比べて 60ml 少ないものになります。それで価格は定価ベースで1200円だったらな、そんなもんで購入できるんで、そんな歴史の一番に立ったホワイトを早速飲んでいきたいと思います。スペック消して開けます。俺がこのサントリーホワイトを一体語ってしまっていいのだろうか山崎55年も出ますしね、まだまだサントリーさんの力ってのは残ってると思うんで、せめてホワイトぐらい語らせてくれはい、入れまーす。これぐらいでーす。それじゃあ定位置につきまーす。はい、まず香りから。ここからの香りはなんかするんだけど、なんだろうこれ。なんかサントリー特有の甘い香りがしてくるのはここからでもわかるんだ、ホワイト。あ、ちなみになんですけども、この伝説のボトルホワイトを飲むのは僕初めてです。てか今まで飲んだことねえっていうのがやばいかもしれないそれじゃあグラスを近づけたいと思います。まずアルコールの刺激からきますね。まあそれは仕方ないかなと思うんですけど、次にあんずの香りがします。それでオレンジ、薄いですけど桃、めっちゃ薄いんですけど最後にピートっぽい香りもするな。以上になります。それでは飲んでいこうと思います。いただきます。なんかちょっと物音するんで見ていきます。あー、ごちそうさまでした。まずアルコールの刺激が強めですね。それで甘くなくビターです。すごく苦味が強いかなって感じですね。その苦味とかはオレンジピューレっぽい感じです。それで杏仁豆腐っぽい感じもします。余韻が紅茶っぽい、なんかハーブティーっぽい感じもしますね。で最後にようやく甘さが感じられて、ほとんどもうピートの香りってのはなかったですね。味ではなかったです。それでは総評に入りたいと思います。こちらになります。50点でした。50点の理由なんですけども、このホワイト良くも悪くもウイスキーの先頭を切ってくれたものにはなるんで、まずそこの歴史を作ってくれたことに対して大きな加点です。それで味なんですけども、アルコールが結構強くてビターな味わいだったので、初心者とかがこれをストレートで飲むのはきついかなって、まあきついっていうか厳しいかなっていう感じですね。ただし単純に辛さとか苦いっていうわけではなくて、そこそこいろんな風味が見えたので、そこは加点でした。続いて価格、640ミリで単純に1200円っていうとね、そこそこ
高いかなっていうイメージがあるかもしれないんですけども、このサントリーホワイトブランドっていうところから推測して1200円ぐらい出してやろうやっていう気持ちになりますよね情けじゃないです。この歴史に敬意を払って1200円払ったっていいよっていう感覚ですね。日本人の作り上げたウイスキーの技術の生粋ですからね。そして最後にこれ難しい表現なんですけど、サントリーらしい香りっていうのがこれでもやはりあるんですよね。もちろんなきゃおかしいんだけど、なんとも言えないエステリーさっていうか、もうミステリーだよね。ミステリー感があるんですよね。僕はその香りがとても好きです。サントリーに見られるあの香りがこの中にも宿っておりました。ということで50点かもなく不可もなくっていうところで着地をしたんですけども、これは情けとか本当にそういったところはなくて、自分がもう本心 100% の評価で50点だったっていう感じです。なので初心者が飲まれてまずいってこけられる方がいる反面、うまいって言われる方も多くいらっしゃると思うんですよね。なのでもう味とかいっそのこと今回無視しちゃいましょう。このホワイトを買うっていう感覚でやってみてください。ウイスキーの歴史背景を知るためにこれを僕は買いますみたいな、そういう感覚で臨みましょう。こんな僕語ってますけど初めて飲みましたからね今回何にも人のこと言えねえし参考にもならねえよな。なのできっとね、憶測だけど僕以外にもいろんなウイスキーを飲まれてる上級者の方々、これまだ飲まれたことない方多くいらっしゃると思うんですよ。なのでこれを機にぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。それでは本日はサントリーホワイトの紹介になりました。本日も最後まで見てくれてありがとう。このチャンネルが少しでも役に立って面白かったと思っていただけた方、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。この後ちょっとやりますので最後まで見てください。それではさようなら。一度白札飲んでみたいよな。Thank you.